動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。食べようじゃ、俺の料理でフードンバトル、神馬料理バトル食べようじゃ、やっていきましょう。さあ LR を押してですね、やっていきましょう。多分ね、今回から冒頭のですね、ゴッドレシピの開封がなくなってしまったんですけど、まあストックがね、ゴッドレシピの ストックがなくなってしまったわけで、今回からまあ普通にゲームからですね、やっていきますんで、じゃあまず福引きやっていきましょう。福引くよ、福引きますよ。あ、ゴッドレシピのタワーが崩れてしまった、悲しいな。ラッキーリアリティは1位の紫。まあないんで。ゴッドコードを合わせるのだ、エキスを飲ませるのだ。さあ飲ませて、飲ませて、エキスポーションを。何が出るかな。じゃじゃーん。あ、普通に当たり、あ、違う、虹、あ、虹出なかったか。大当たりですね。ゴッドレシピ、エキスポーションを注入せよ。ゴッドコードを合わせるの。さあ、2回目。あんまり長すぎるとあれなんで、3回ぐらいにしておきましょうか。さあ何が出るかな。ザン。あー、ダメですね、普通に当たりですね。マヨネーズ、これ3回目もマヨネーズだったらどうしよう。どんだけマヨラーなの。ゴッドコードを合わせるのだ。あ、すげえずれてる。エキスを飲ませるで。さあ飲ませて、飲ませて、エキスポーションを飲ませて。これは、お、来た、超当たり来たよ。ベリジェラレシピ、ちょっと聞いたことないですね。じゃあ福引き券使いましょう。福引き券もね、ちょっと使っていかないと溜まっていきますからね。当たり、醤油、普通の、普通に醤油だったり。こちらも3回だけですね。おっと、小当たり来たよ。涙腺崩壊特選わさび。涙腺崩壊特選わさび、どうなんだろうね、辛さが増してるのがね。いやー、やっぱツーンとした刺激が強くなってるのかな。わさびって辛いっていうよりもツーンとした刺激が強いっていう感じだから、ハバネロとかああいうのとはまた別格の刺激ですよね。辛いっていう感じじゃないんだよな。イベントの方はありますね、ボーナスのあれがありまして、ガロウバウガーね、進化素材ですね。さてさて、今回はですね、クエストの方やっていきましょう。クエストの、前回ですね、クエストの第1章のフリークエストの方を、やっていったわけなんですけども、今回その続きとなります。あ、1章じゃない、0章、その続きとなっていきます。こちらですね、サブクエスト再来ハングリーイーター。前回、二光さんのね、店でね、お肉の争奪戦をしたわけですが、今回はハングリーイーターを倒していきましょう。ということで、ハングリーイーターをやっていきましょう。今日は腹ペコ食堂の再開の日のはずが、またまたハングリーイーターが攻めてきた。勢いで撃退して店を回転させよう。勢いで。はい、再来、ハングリーイーター。
ここで店を再開させるわけなんですね。もうなんか第1章とか店とか関係、あ、早速バトルですね。これストーリーないのかな？普通にバトルなのかな？さあ、真相開演ですよ。デッキの方はですね、まあ、前回と変わらず、多分しばらくは変えないかな。まあ、近々、ゴッドレシピの、あ、そうだ、この、フリークエストとかが終わったら、ゴッドレシピとかやっていきましょうかね。新しいゴッドレシピが入ったみたいですからね。あと多分ね、持ってるゴッドレシピをまだ全部は出し切れていないので、これバーガーエディションなんですけども、それ付属のそれ付属の、ゴッドレシピをまだ全部使ってはいないので、こちらの方も使っていきたいと思います。さてさて、一挙上がりですよ。じゃあガンガンに攻めていきましょう。もうあとはカリーヌ軍団でね、量産型カリーヌでやっていきます。カリームさんもね、そろそろ進化ぐらいさせないとね、まあ材料が足りないわけですけど、となるとノエルユニーは今のところその進化要素がないんで、体調マックスまで鍛えても大丈夫かなって。じゃあ相手の守りがなくなったぞ。あとはガンガン本拠地を攻めていくだけだぞ。あーやべ、さあ結構フルボッコの時間ですよ。はい、勝ちました。大満足だろ。初回報酬もちゃんとゲットだぜっつって、まあ特定の食べ紙に進化させたい場合はイベントバトルをこなしていくしかないですね。普通にバトルだった。普通にバトルか。こっちもあれなのかな。じゃあ、サブクエスト4やっていきましょう。ペッパーリッパー大激怒。ペッパーリッパーが食べるの料理に大激怒。食べるに新たな料理の試練を与える。さあ、どんな試練なのでしょうか。俺、ストーリースキップとかやってないよな。さあ、ペッパーリッパー大激怒ですよ。ゴゴ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 ゴ。ゴゴ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 ゴ。おいおい、ペッパーリッパーどうしたの。食べる、我はすこぶる。いや、お前の腕前はこんなものか。すこぶる、怒っているのだ。すこびる、もうすこぶるを通り越してすこびるになってる。なんか別の名前になってるし。ちなみにスコビルとは唐辛子の辛さを表す単語のことだ。あ、単位のことだ。そんなことはどうでもいい。おっと、ちょっとした豆知識ですね。スコビルっていうんですね。じゃあ1スコビルとか2スコビルとかそういう感じで辛さを表していくわけですね。
食べるよ。最近のお前の料理はいまいちピリッとしないぞ。そう、一生懸命作ってるんだけどな。お前の腕前はこんなものか。いつも同じもとまた、うん、いつも同じものばかりを作っていて、え、いつも同じも、いや、うん、いつも同じものばかりを作っていては視野も狭くなる。食べるよ。もっと見聞を広げるのだ。己の可能性を広げるために。ということを言われてもですね、今持っているゴッドレシピが同じやつしかないんですよね。そういうことじゃない。やってみるのだ。我をすこびる驚かせるようなトレビアーンな料理を作ってみせよ。さあ行くぞ、料理の大海原へ。ちょっとどこ行くの。多分市場かなんかでしょうね。感じるぞ、すこびる感じるぞ、新たなる料理の可能性を。むむむ、すこびるってこれからも使っていくんですか。ここだ、こやつだ。え、誰この人。一般食べ王者です。ピザ職人かよ。俺は知らないピザ職人だけど。やってみるのだ。食べるよ。そのピザ職人と食べ紙バトルをし、自分の料理の新たな可能性を 見出すのだ。喧嘩、勝負仕掛けるの。ってことですみません、バトルしてもらってもいいですか。この時の食べる第一章とは違うね、腰の低さをこうちゃんとなんか礼儀をわきまえてる。第一章のやつはさ、腕を磨けって言われたらもうところ構わず勝負しようぜって、バトルしてくれよっつってね。もうなんか喧嘩売りに行ってたからね。さあやっていきましょう。ガツ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 バーサスピザ職人つってね。まあモブであることは変わりないけどね。神馬料理で俺が勝つ。Are you hungry? Ready? Fire! さあやっていきましょう。あ、しまった。今下の別のデッキをさ選んでたじゃん。多分それになってる。あー、危ねー。でもまあカリーヌさんがいたからさ、まだ大丈夫だ。まあたまには別のキャラクターでこう攻めてみるのもいいよね。エキスポーション、あー、さあたくあんのおじいちゃんがやってくるよ。あ、そう、見つかった。さあチャーハン一丁上がり、お上がりよ。それはダメだ。さあお寿司の出来上がり、トロシャーモン一丁上がり。チャーハン頑張ってんな。さあここでカレーをかければ全部カレー味というわけで、カレーにしてしまおう。お前もカレーにしてやろうか。少年よ、卵を抱く。卵好きですか。タクタク G タックル。そういや最近たくあん巻き、おしんこ巻きか、おしんこ巻き食ってね。おしんこ巻きってさ、あれ茶色いやつ入ってたけど、あれたくあんだった、あれなんだっけ。たくあんではないんですよ。昆布、
コング系の何か。腕が鳴るぜ。さあガンガンに攻めていくよ。わさび、わびさび、わさび。ジジイのタックルでも暗いな。腕が鳴るぜ。なんかコントローラーさ、あ、クリアいたしました。なんかコントローラーさばきがちょっと鈍くなってるな。さあクリアいたしました。大満足だろ。久々のキャラクターたちが、レベルアップしていきますね。お、魂食材をなんか手に入れたな。味変ができるか。勝った君、すごいね。よかったらこれ。お、ピザか。俺ピザは今まで作ったことないかも。食べるよ。もっともっと己の可能性を広げよう。そしてもっともっと我をスコウィル驚かせてくれ。あ、調理はなしですか。さあクリアいたしまして、お、大激怒2、ペッパーリッパー大激怒2、ペッパーリッパーはさらなる試練を食べるに与える、食べ王者としての成長を見せろというわけで、ペッパーリッパー大激怒2やっていきましょう。サブクエスト5、6あんのかな。サブクエストはこれで終わりかな、それとももう一個あんのかな。あ、バトルになってますね。このデッキで始めます、はい、これはもうバトルオンリーですかね。さあガツ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 食っております。食べる。神馬料理で俺が勝つ。Are you hungry? Ready, fire! さあやっていきましょう。まずは早速ねピザを、せっかくねこのピザ職人と対決したので、最初はこのピザで、ね、攻めてみましょうか、ね、まあ料理のことはしてないんですけどね。カロリーアップ。腕が鳴るぜ。ピッタを仕上げろ。お、2つ技が使えるぞ。ピッタエンドラン。食べようじゃパワーアップ。おっとおっと、左から来るぞ。気をつけろ。なんだあれ、マグロ。テッカか、あれテッカ巻きか。やってやる。へえ、そのままマグロ差し込んだような姿ですけど、なかなか面白い姿をしてますね。やってやる。ペッパーを振って味付けをしよう。さあ拠点の一つを倒しました。潰しました。あとはいつも通り敵の本拠地を叩くだけですね。一旦エンドランやっていきましょう。それだけ作っとくかな、もう意味ないか。一丁上がり。腕が鳴るぜ。これってキャラクターの召喚限界とかあるの？一丁上がり。腕が鳴るぜ。分かった。はい、勝ちました。
よし、大満足だろ。大満足っていう感じじゃないけどね、相手は。あ、じゃあサブクエスト終了ですね。基本的にまあバトルクエストの場合は、最初からバトルが始まった場合はもう後にもストーリーとかつかないみたいですね。ただメインそのストーリーありのやつと、バトルのみのやつの区別はちょっとつきにくいですよね。難易度ハードをクリアして真の食べ王者を目指そう。新しい目標が出ましたね。あ、ここで今ノーマルクリアって出てますね。ということで、今度やるときは今度はハードモードを全部クリアしてくださいっていう感じですね。それはまあ動画外で普通に遊ぶときにやります。さて、サブクエストをクリアしたわけですが、ですね。あとはですね、この召喚とか、ちょっとやっていきましょう。で、召喚で、召喚してなかったライトレシピの方にですね、いくつかキャラクターがあります。ライトレシピじゃない。バーガーエディションの方のレシピの方に召喚してないやつがありまして、お、こいつですね。じゃあそれを見せていきましょう。ゴッドレシピにエクスポーションを注入せよ。ゴッドコードを合わせる。さあエキスを飲ませるがいい。エキスポーションを注入。一体何をこの読み込ませているのか。お前の料理で乗り越えるのだ。さあ召喚の時間です。召喚と調理と書いて召喚の時間です。上に振り上げて肉を裏返せ。神馬料理ご馳走してやるぜ。お、いいぞ。これしっかりね、フライパンをしっかりフライパンを元に戻さないと。ちゃんとフライパンの底に肉を当てないとちゃんと裏返したことになりませんから。あ、一回転しちゃった一回転しちゃったよ。あ、やばい時間が足りない。これはこれ時間足りなくないか。圧倒的に時間足りなかったんだけど、あ、フル速度が足りなかったのかな。エキスポーション注入。激辛じゃねえの。左右に動かして皿を動かせ。さあレタスを乗せて次はどこに来る。あ、こっちか。バーガー、お、綺麗に乗ってるぞ。今綺麗に乗ってますね。前やった時はすんごい歪んでましたけどね。あー、ちょっと歪んじゃったかな。これ一応ね真ん中に、おっと危ない、乗せれば、おっ、いい感じに乗せておりますが、グッドですね。
あ、そっか、ハンバーガーですね、焼くのが。さあ召喚いたしました、DJ キングバウガーレインボートロピカルバーガーですね、デリシャススコアが 90%、これお肉をね焼く、まあ、スピードがちょっと足りなかったですね、でこれが召喚してなかった星4つのリアリティ星4つのですね、キャラクターでございます。ハンバーガーもですね、上位種に、進化系になっておりますね。この、食べ王者バーガーエディションにはこれがついてきます。通常版ではですね、カリーヌさんの、進化系がね、進化系のゴッドレシピがついておりますので、どちらか、お好みの方を、お選びくださいということで、じゃあ、データを見ていきましょうか。ボックスに、あ、いましたね、これ。はい、DJ キングバウガーですね。キングパーティー召喚したとき自分の移動速度、攻撃速度を大幅、ダイアップし、周囲の敵の防御力を中ダウンさせる。で、データ、初期ステータスはこんな感じで、食材もこんな感じで、バンズバン、必殺技はですね、バンズバンズエクスプロージョン、2つのヨーヨーを使ったループザループで攻撃、敵に大ダメージを与える。はあ、あれ、DJ のターンテーブルみたいな感じで扱ってるんですけども、まあ、ヨーヨーとしても、ヨーヨーとしての武器としても扱えるということですね。ハンバーガーから生まれた DJ 食べ神。そのテクニックはどんなバトルもノリノリ、アゲアゲ、熱々に変えてしまう。リズムに合わせて両手から繰り出すヨーヨーは、普段の4倍の威力とカロリーを誇る。戦った相手や観客はいつの間にか、彼のペースに巻き込まれ、気づけばフロア全体に熱狂と一体感が生まれているという。どんなバトルもアゲアゲ熱々、もしかして DJ とハンバーガーって一緒なのでは違う違う、それとんかつ。もしかして DJ ととんかつって一緒なのでは。そっか、とんかつ種の DJ キャラクター、 DJ 食べ神はいんのかないたらそれはそれで面白いんだけどな。とんかつ DJ とかね。あ、ダメだダメだ確実にアウトじゃんそれね。ボックスの、じゃあですね、今度はゴッドレシピの方ですね。こちらを新しく入手したのがありましたね。あ、ベリジェラ。これ属性になった。ボックス画面のメイン貼ってますよね。で、夢ジェラが1、ベビジェラが2です。どうしよっかな。ジェラートやってみようか。これあれ、あ、そっか、星順に並べ替えられない。じゃあちょっとこのボックスのメインを貼ってある、貼ってるベリジェラを召喚してみましょう。お前の料理で乗り越えるのだ。
さあ、ネリネリゲラゲラということで、乗り越えていきましょう。お、正しく握ろう。円を描くように動かして温度を調節しろ。カレーの時にやりましたね。神馬料理ごちそうしてやるぜ。おーおー、下がる下がる。えグッド、あれ上がってんの、上がってないよね。あれ、こぼれるこぼれる。あ、回すと下がるのか。失敗した。あーそうかそうか、回すと下がるのか。カレーの時は回すと、カレーの時は回して温度を、あ、同じか。コーンを動かしてアイスを乗せろ。これはちょっと、これはちょっとあれだな、あの回転のところが、おおお、やばいやばい。このガイドがあるからちょっといいよね。いい感じ。これだけですね。やるときはやるし。さあ召喚いたしました、ベリベリジェラートの、ベリージェラートも、ベリージェラですね。またどぎつい感じのどぎつい感じのあれですね、アイスですね。まあなんだろうな、実際あったら食べたいと思うかな。ちょっと難しいですね、あのどぎついのは。じゃあ召喚したのでデータを見ていきましょう。アビリティはフリーズベリー、HP が50以下の時周囲の敵を氷結状態にする。お、自動、あ、こういうアビリティはちょっといいんじゃないのかな。で、初期ステータスはこんな感じ。バトルタイプはファイター、射程は禁止ですね。必殺技、もうだるくて溶けそう。両手を使ってスタンプ攻撃、敵にダメージを与える。だるそうな攻撃。はい、で説明が、ストリートが生んだカリスマ的存在のジェラート食べ神。彼女曰くジェラートは溶けかけが一番美味しい。あー確かに、カップアイスとか、そうですよね、カップ、コンビニのカップアイス買ってきて、そのままで食べるのもいいんですけども、ちょっと溶かした感、溶かしたぐらいから食べるのもいいですよね。そう、これ一番わかりやすい、これ一番わかる。溶けかかったジェラートのロングヘアを使って敵の目と舌を翻弄する。その甘く映えるジェラートで SNS を何度もバズらせている。ジェラートなだけあって性格は冷たく、その色と同じく、毒々しい毒舌も吐く。やっぱ独特シーンだ。甘くはないのね。はい、というわけで、ベリージェラですね。というわけでですね、ベリージェラとキング、キング、DJ キングバウガーを召喚いたしました。次回デッキに積み込んで、デッキに、組み込んでですね、使っていきたいと思います。というわけで、今回、ストーリーの方、サブクエストの方ですね、第0章の方をクリアいたしました。次回はですね、第1章じゃなくて第2章か。次回はですね、第2章の方を、進めていきたいと思います。またね、第2章の、第2章全部終わってから、第1章のですね、サブクエストの方とか、やっていきたいと思います。それでは今回はこの辺で、バイバイ。